栗太郎さん、ちょっと聞いてもいいてもですかなんだよ改まって山本勘助っているじゃないですか武田信玄の軍師って言われていますけどその正体がよく分かっていないんですよねなんだは山本助に興味があるのか戦国最強と言われた武田軍団の軍師ですよそりゃあ興味ありますよ 物知りな栗太郎さんに聞けばその正体がわかるかなと思って物知りな栗太郎さんそれいいねもっと言ってよ俺承認欲求が強いタイプだからただ山本勘介は謎が多いからなどこまで確信に迫れるかはわからないなそうですか。 栗太郎さんがわからないって言うなら密定の梨坂角蔵さんにでも聞いてみますおいおいちょっと待てよ分かったよ三男の頼みじゃしょうがねえな山本寛介の正体について俺が調べた見解をわかりやすく説明してやるよよろしくお願いしますじゃあ今から教えてやるけど その前に大事な用があるからちょっと待っとけ動画をご視聴いただいている皆さん改めましてこんにちは栗太郎です今山本勘助について説明しようとしているところですがその前に皆さんにちょっとお願いがこの動画を見て少しでも役に立った面白かったと思っていただけたら高評価ボタン お願いしま,すまた歴史を学ぶチャンネルを応援してみようかなと思っていただけたらチャンネル登録もよろししくお願いしますす皆さんこんこにちはです戦国最強武田軍団の軍師と言われ多くの伝説を残している山本勘介ですが謎も多くその存在自体も疑問視されてきました。 今日はその幻の軍師山本勘助の正体についてフリーランスの足軽としてご活躍中の栗太郎さんにわかりやすく説明してもらいますまずはじめに山本勘助のプロフィールを簡単に教えていただけますか山本勘助は武田家の軍学書「紅葉軍艦」に出てくる信玄の軍師とされる人物で。 駿河の山本や三河の牛久保の出身だと言われているまた生まれた年も冥王二年説や冥王九年説があってどちらも「紅葉軍艦」に書かれているエピソードから逆算しているんだ紅葉軍艦のエピソードでで辻褄が合わないんですかしかも山本勘介の名前はこの「紅葉軍艦」にしか登場しないこともあって。 その存在は後世に作られたフィクションだと考えられていたんだ確かに信憑性は薄なぎますよねところが後年山本勘助の名前がある書状が見つかり存在が裏付けられたんだではやっぱり軍師勘助は存在したんですねなんだか大河ドラマになりそうな呼び名だな 山本勘介の生涯についてもう少し詳しく教えてください勘介の前半生はよく分かっていないんだ一説によると20代の頃兵法を極めるために10年間の武者修行に出たらしいその時に中国四国九州関東を巡ったそうだ兵法 極めめるために10年間も全国を旅していたんですが勘助は目的意識が高いですねその頃の勢力図はこんな感じだ <noise> まさに軍有の戦国時代だなこの時山本勘助が大内氏に仕えていたという記録もあるけど。 信憑性はどうかと思うなあ勘助は全国に伝説を残しているんですね10年間の武者修行から帰った山本勘助は駿河の今川義元に士官を求めたらしいがあっさり断られた今川義元はなぜ勘助の士官を認めなかったんですかね ななんかもったいない気がが。します何でも山本勘助が赤眼で足が不自由な姿を見てこれじゃあ戦場では活躍できねえだろうなってことで採用しなかったらしい今川義元は山本勘助を俺たちのような足軽で採用しようとしてたんですか義元も人を見る目がないですね 何の実績もないやつを採用するってことは普通はそういうことだな勘助を破格の待遇で召し抱えた武田信玄の方が非常識だと思うよ破格の待遇ってどんな待遇遇っって、どんんなだたですか紅葉軍官によると信玄は勘助を稚業百貫で召し抱えようと考えていたらしいところが 実際に会って勘助の話を聞いてみたらその深い知識に感心しちまってその場でもう100巻上乗せして200巻で採用したらしい今川義元の対応とは随分と違いますね一番驚いたのは勘助本人だと思うけどな破格の待遇の話は他にもあって信玄は勘助に 自分の名前「春信」の「春の字」を与えて「春雪」と名乗らせたとも言われているただし「春信」の「春の字は」は将軍足利義治から与えられた一字なのでそれを家臣に与えることは当時の社会通念上ありえないとも言われているんだ素朴な疑問ですけどなぜ信玄はそこまでして。 山本勘助を召しかかえたんですかねいい質問だね俺はその答えに幻の軍師山本勘助の正体が隠されていると思っているんだ山本勘助の正体ですかワクワクしますね早く教えてください紅葉軍艦に山本勘助のことを ことさら、白鳥陣鳥一切の軍法をよく鍛錬いたすと紹介されているんだ俺はこの「白鳥」って言葉が引っかかるんだな白鳥ですか勘助は城攻めの名人だったってことですかね実はこの「白鳥」って言葉「城を取る」つまり「城を攻める」ってこととはまっ 全く違う意味なんだ白鳥って城を取るってことじゃないんですか白鳥の意味は城の縄張りを取る城を設計する城を築くって意味だつまり山本勘助は築城技術者だったんだ勘助は築城技術者信玄が山本勘助を採用したのは 武田の信の信仰が本格化していった時期と重なるんだ信濃に領土を広げていく上で必要になるのが地域を治めるための城や中継点となる城だ確かにそうですねところがそれまでの武田は筒ツジヶ崎館の詰城として溶岩山城はあったものの人は石垣 人は城とか言って甲には城は不要としてきたんだそんな武田に優秀な築城技術者は育たねえわなだから信玄はどうしても山本勘介が必要だったわけだなるほど勘介の破格の待遇の理由はそこにあったんですね山本勘介も信玄の期待に応えて 品の信仰の拠点となる小諸城や海津城を築き丸馬出しや三日月彫りといった甲州流築城術を後世に残したんだちょっとすいません栗太郎さんは山本勘助について随分とお詳しいようですが勘で山を張る山勘って山本勘助の略から来たって説もあるんですよ。 恐るべし梨坂角蔵お前はうんちく王か最後までのご視聴ありがとうございました歴史を学ぶチャンネルでした